誰しも他人には見せない一面があるはずだ。携帯落ちましたよ。ありがとう。個性も真逆、喋ったこともなかったクラスメイト、堀さんですよね。だった。あなた同じ学校？同じクラスの宮村ですよ。私たちは他人には見せない時間の共有者になった。堀宮、1月より放送開始。